こんばんは。ウェザーニュースキャスターの眞家泉です。明日6月4日月曜日の天気をお伝えします。梅雨前線の影響で沖縄は一時的な強い雨や雷雨にご注意ください。西日本は日差しの届くところが多くなります。九州の山沿いでは一部にわか雨にご注意ください。カラッとした空気に覆われますが気温が高く、福岡や大阪は予想最高気温が29度です。暑さ対策を万全にしてお過ごしください。東日本は日差しが届いてカラッとした暑さとなりそうです。来週の梅雨入りが予想されるので日差しを有効に活用してください。東北はすっきりと晴れて紫外線対策や水分補給が欠かせません。北海道は日差しが届き内陸部を中心に気温が上がります。札幌は29度、旭川は30度の気温が予想されます。朝晩と昼間の寒暖差や昼間の暑さにお気をつけください。以上、4日月曜日の天気をお伝えしました。